怪人二重面相の演技、こんなに悩むなんて思ってもみなかったわね。でもその分、いいものに仕上がったと自負しているわ。またダメでした。あら、メイファンじゃない。あ、西条さん。先日はシークフェルトの客演、お疲れ様でした。西条さんの二重面相、本当にすごかったです。特にあの解釈は驚きでした。ありがとう。私もあの演技はとても気に入っているから、喜んでもらえて嬉しいわ。ところで、おもちゃ屋の前で何をしているの？あ、ちょうど今、これを回していたんです。これって、小さな模型？ええ、私が今一押しのカプセルトイ、世界の珍料理シリーズです。へえ、メイファンってそういうの好きなのね。はい、こういう技術の粋が集まった小さな模型を見ると、とても心を奪われます。特にこのシリーズ、すごく出来がいいんですよ。これを見てください。これは、何かの缶？シュールストレミング？はい、あの世界一匂いがすごい缶詰です。まるで本当に匂ってきそうな出来栄えですよね。そうね。とにかく出来がすごいことは分かったわ。そうでしょう。私もこれはぜひ集めればと思ってコンプリートを目指しているのです。しかし最後の一つシークレットだけ未だです。シークレットって一番珍しいやつよね。はい、それ以外は全て集めたのですが、残り一つ、金色のスターゲージーパイだけなかなか出ないのです。金色のスターゲージーパイ、なるほど。それでさっき渋い顔をしていたのね。はい、なんとか当たるように物欲センサーが働かないよう心がけているのですが、なかなかうまくいかなくて。物欲センサー？欲しいという思いの強さを正確に検知し、欲しいものがなかなか出にくくなってしまうように思う例えですね。メイファン、変な言葉知ってるのね。それほどでも。それで引きとでも言いますか、欲しいと思う時は大抵来ないものなのです。逆に別に欲しくないと思っている時の方が不思議と引けるもので、つまり本当に欲しい時は物欲センサーが働かないようにした方がいいのですよ。ふん、そういうものなの？はい、そういうものなのです。ですが、言うは易し、行うは難し。困ったことに、そう心がけていてもつい欲しい気持ちが出てしまうんですよね。ねえメイファン、私にもやらせてもらっていいかしら？あ、はい、どうぞ。てい！なんと！一発！あれだけ回しても出てこなかった金色のスターゲージーパイが一発で！すごいです！メイファン、あなたの考え方もわかるわ。でも、私は違うと思う。欲しいものを手に入れるために必要なもの、それは何が何でも勝ちに行く気概よ。勝ちに行く気概？出てほしいけど出てほしいと思っちゃいけない。そんな半端な気持ちじゃやっぱり弾けるものも弾けないわ。二重面相を演じたからこそ特にそう思うの。本当に欲しいと思ったなら迷っちゃダメ。貪欲に勝ち取りに行く気概と覚悟が大事。それはきっとカプセルトイでも同じこと。西条さん。いいかね、メイファン君。狙った獲物は絶対に逃さない。そういう気概が大切なのだよ。はっ。
そうですね。私、お呼び越しになってました。西条さん、ありがとうございます。おかげで目が覚めました。私、どんな時でも勝ちに行く姿勢を貫きます。その息よ。ま、とは言っても、お小遣いの範囲でほどほどにね。でも、あの時は驚いたわ。まさか、明智小五郎、アキラから挑戦状を叩きつけられるなんて思ってもみなかったから。でも、あの挑戦状のおかげで完成したと思っていた私の二重面相が、さらに一段上の演技に昇華することができた。本当、あの時私の可能性を信じて、あえて叩きつけてくれたアキラには感謝しなくちゃね。どうですか、クロさん。この二重面相の衣装。ええ、とてもいいわ。特に、この袖の刺繍。きらびやかで素敵ね。そこに注目してくれて嬉しいです。え？実はその金の刺繍、私のアイディアなんですよ。あら、そうだったの？二重面相の衣装、元のデザインはもっと控えめと言いますか、ありていに言うと地味めだったんですけど、やっぱり黒さんの演じる二重面相ならこれくらい派手な方が似合うかと思って、衣装班の人たちと相談してワンポイント入れてもらったんです。八千代、分かってるじゃない。それに二重面相は人をあっと驚かせるのが大好きな性格だから、これくらい派手で会ってくれた方が彼の性格にも合ってると思うわ。この派手さなら二重面相が求めるあの美学にもぴったり合うだろうしね。あ、そう、多分あの二重面相ならまさにこんな衣装や装飾を求めると思うの。きっとあの人を思い浮かべて。八千代、どうかした？いえ、やっぱり間違ってなかったなと思いまして。何のこと？この刺繍、単純に黒さんの演じる二重面相に似合いそうってこともあるんですけど、この前黒さんが読み合わせの時に話してたあのアイデアに触発されたことが一番大きいんですよ。あの二重面相の美学を体現するなら、こういうきらびやかな装飾があった方がいい。クロさんならきっとそう考えるんじゃないかなって。それじゃあ、私の解釈を汲んでくれて。ええ、だから衣装班の人たちにも力説したんです。きっとこれはクロさんが演じる二重面相に、より深い意味を持たせられるようになる。だから必ず入れておいてほしいって。八千代、マウシーだからクロさんも頑張ってもらわないと。衣装班のみんなにこれは絶対必要だってハードル持ち上げまくっちゃったんで、みんなの期待に応えてもらわないと力説した私も立場ないんですよね。ええ、もちろんわかってるわ。任せて、約束する。本番では最高の演技を見せてあげる。この怪人の衣装にかけて。